券ってね、まあ、結構来るんですよ。でよくいっぱい来るのがあのアマゾンとかからのあの商品レビューですね。福神チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、福神チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。とね、今日は企業案件、企業案件のことについて話します。よくね、 YouTube 見てると収入は広告収入と企業案件とかってなんか言うじゃないですか。で、企業案件ってどんなもんなのかなって聞きます。で、おかげさまでね、僕あの1万チャンネル登録が今1万3000人ぐらいになったかな、そのぐらいなので、企業案件ってね、まあ、結構来るんですよ。で、よくいっぱい来るのがあのアマゾンとかからのあの商品レビューですね。商品レビューはね、めちゃくちゃ来ます。どのぐらい来るかというとね、週に1回ぐらいのオファーは来ます。で、正直言うと、まあ、あの得意なジャンルの商品とか、得意じゃないジャンルの商品とかもあるし、ちょっと、最初からね、うーんっていう商品もあるので、そういうのはね、申し訳ないんですけど、お断りしてあります。自分がちゃんとレビューできるもの以外はね、レビューしないことにしているので、なので、僕がたまにね、レビューとか載っけてるやつとかは、企業さんからね、提供していただいたものも、あります。ワークマンとか、あとテントの用品とかかな、こちらの方、あとナップスで買ったシリーズに関しては、基本的に全部自腹で買っています。アマゾンで買った、例えばこういう手袋とかね、こういうものに関しては、企業案件レビューをさせていただいています。これなんかね、すっごくよくいいよ。すげえ安いのにすげえいい。あんまり期待してなかったんだけど、たまにそういう商品もあります。あとね、なんだっけな。ちょっと高かったね。以前やったドライブレコーダーかな。2万7000円ぐらいのドライブレコーダー。もうドライブレコーダーでアマゾンで売ってるやつで2万7000円は高えなと思ったんですけど、画像めっちゃ綺麗です。びっくり。もう、すげえなーと。ああいうものをね、やらせていただいてね、よかったなと思っています。で、企業案件なんですけど、まあ、商品をいただいて、レビューをするだけっていうものもあれば、動画を作って、レビューをさせていただいて、その費用をいただくっていう、場合もあるんですね。どのぐらいかな。まあ、いろいろ、その、費用なんですけど、僕はね、基本的に、自由に動画を作りたいので、動画を作る費用をいくらくださいっていうことは言ってないんですよ。で、今現状、チャンネル登録が1万ちょっとしかいないので、多分ね、相場とかあって、多分ね、1万人ぐらいだとね、多分ね、1万円ぐらいだと思うんです。で、1万円のお金をもらって、で、好き勝手言えないのであれば、お金もらわなくていい。商品のレビューはしますよと。商品はいただいて商品のレビューはするけど、お金いただかなくていいので、自分で好きで勝手に言わせてねっていうようなことで、お話しさせていただいて、レビューをしていますね。まあ、ありがたいことにね、こうやっていろいろレビューいただけるのでですね、いろんな商品を使ってみることができるっていうのは、すごく嬉しいなと思います。やっぱ比べたいけどね、例えば同じものを何個も買ったりとかはできないじゃないですか。そういう意味でいいなと思っていますね。今後ね、今年はね、キャンプにもね、力を入れていきたいと思うので、キャンプの用品とかもね、続々と、紹介していただければと思っています。まあ、今のところ、キャンプ用品で、企業さんからのね、依頼で、レビューをした商品は確かなかったなと、思っています。今後もね、何かそういう企画とか、レビューとかね、タイアップとか、お仕事いただければね、ぜひ、ご連絡いただければと思います。で、ご連絡なんですけど、YouTube チャンネルっていうのを開いてもらうと、ビジネスのね、お問い合わせっていうところに私のメールアドレス載っかってますので、そっちからご連絡いただいてもいいですし、Twitter の方からね、ダイレクトメッセージで、いただいても、いいかなと
思っています。なんかイベントとか企画とかね、そういうのでもね、ぜひ呼んでいただければ嬉しいなと思っています。動画を通してね、僕自身もこの YouTube からこのバイクの楽しさっていうのを知って、バイク乗り始めてますので、いろんなね、そういうイベントとか企画とか、まあ、お仕事、そういうのをいただければ、そういうのをぜひぜひ参加させて、いろんな人にね、もっと面白いことをね、伝えていただいければいいなとは思っています。でね、こうやっていろいろね、レビューをしていて、いつもね、気になるのが、GoPro とか、だってカメラとか結構レビュー動画って多いじゃないですか。ああいうのってガジェット系の YouTuber さんみたいなのいて、毎週のようにこう買っては紹介して買っては紹介してるじゃないですか。あれどうしてんのかなと思ってね。単価の安いものだったらポン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 買ってもいいけど、単価の高いものは、そんなに買ったらあっという間に結構すごい金額になっちゃうって、 YouTube でいくら稼いだって言っても、まあね、何億も稼いでるわけじゃなければ、あんまりポン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 買えないと思うんですよ。どうしてんのかな。だから買って売って、例えばね、新商品出たら、例えばヤマダ電機とか行って買ってきて、レビュー、ちょっと使ってレビューして、メルカリとかに売って、そのリザヤ、まあ、例えばね、10万円で買った商品を、例えば1週間レビューして、メルカリで8万円で売りましたと。で、その そうすると2万円ロスが出るじゃないですか。で、その分をそのレビューの動画の収益で賄ってっていうことなのかなーなんても思ってるんですけど、結構ね、それきついと思うんですよ。結構、それじゃなかなかね、稼げない。皆さんね、どうやってんのかなっていうのはすごく気になるところではありますね。で、最近ね、TikTok を始めて、そっちにコメントいただいている方もします。TikTok の方も始めて、ごめんなさいね、TikTok の方は、コメントが多いんですよ。コメントとバズり方が YouTube よりはるかにバズるんですね。はい。なので、ごめんなさい、TikTok にコメントいただいている方にちょっとお返しできてないんですけども、TikTok の方はそういうもんだと思って、見ていただければいいかなと思ってまして、最近 TikTok を始めた理由が、偶然知り合った、去年の TikTok の2019年の TikTok アワード2019っていうのに、のトップ10入りをした、若手クリエイターのダーカイさんという人なんですけども、現在まだ大学生なんですよ。で、なんと、後から知ったんですが、私の高校の後輩だったということで、年うんと離れてるんですけどね、偉そうに、私の方があなたの先輩です、みたいな感じで、その人からね、TikTok って自分もね、ちょっとやってみて、3つぐらいね、投稿してみたんですけど、なんかいまいち反応が悪いし、やり方がわかんないなと思ってたんですけど、まあ、その TikTok の、まあ、ほぼプロの TikToker ですよね、から、いろいろ、まあ、いろいろ聞きまして、TikTok を今ね、ちょっと、TikTok の方もやっています。面白いなと思って、その、15秒に凝縮する世界観、みたいなね、昔の YouTube にちょっと似てるかなっていうところはあります。ちょっとまだ著作権のこととか、いろんなことが、まだね、YouTube ほどしっかりしてなくて、いろいろ緩いんで、なんやかんやなんですけども、TikTok の方も今やっていますね。で、その、TikToker のね、その、後輩くんというか、後輩じゃねえな、偉そうに、何言ってんだ。その友達、ね、聞いたら、やっぱ TikTok はね、なんかお金にならないんだ。やっぱ広告収入っていうのが TikToker に対しては入ってこないらしくて、まあ、自分でね、その企業案件を、企業案件っていうのは企画だったりとか、それイベントとかに行って、なんか喋るとか、動画を作るっていう案件はあるらしいんですけど、やっぱ広告収入がね、
入ってこないみたい で今後 TikTok 的にも広告収入とかそういう企業案件っていうのを増やしていきたいなとは思っているらしいんですけど、今ねまだそこまでは行ってないそうです。で先月からかな、1月から本格的に僕もやり始めて、なんだろう今ね、フォロワーさんが900人ぐらいになったかな。なんとか今月中にね1000人まで頑張りたいなと思ってますし、再生回数も結構多いんだよね。50万回ぐらいなりましたかね、1ヶ月でね。やっぱバズり方が YouTube とは半端違って、結構バーッとバズるんだな、コメントも一気に入ってくるしね、っていう感じだなと思っているところです。まあ今後ね TikTok とかも何かね、そういう風に動画クリエイターさんにね何か収益があるような形になってくれたら嬉しいなと思っています。で動画クリエイターさんの収益になるのがバズビデオらしいんですよ。バズビデオは広告がついてて、投稿した人にお金が入るらしいんですね。で先日私も投稿あげましたけど、それのお金が入るせいで私のビデオをね、私の YouTube 動画をね、バズビデオに転載してね、お金を稼いでいる輩がいるということで、面白いですよ。転載した動画、転載してんじゃねえぞっていう動画を作った動画も、バズビデオに転載されているっていうね、はい、非常に面白い、事態になっております。はい、今日はですね、ちょっとその YouTube の企業案件のこと、TikTok のことを、バズビデオのその後のことについてね、ちょっとお話ししてみました。皆さんのね、参考になれば幸いです。はい、ご視聴ありがとうございます。